あとはもうトイレも大切ですね。トイレ、僕はもう本当に、僕がこうやってなんか人様の前でお話をするときって演題が2つしかなくて、一つが僕の幼少期の話ともう一つがトイレ掃除しかなかったんですよ。だからずっと僕トイレ掃除のおじさんって言われててね、まあトイレ掃除喋らせると僕も朝まで喋りますけども、本当にこのトイレ掃除というのは奥が深くて、本当にこれはね、もう僕の中ではもう本当最高ですね、トイレ掃除は。毎朝必ずトイレ掃除するって人いらっしゃいますか？ああ、すごい、お二人すごいですね。あ、お母さんはもうトイレ掃除最高ですね。トイレ掃除は本当に面白くて、トイレにはね、うっさみょう様っていう神様がいて、まあ別にこれ信じなくていいですからね、信じなくていいですけども、こういううっさみょう様っていう神様がいらっしゃるんですよ。不動明王様の化身ですけれどもね、この方がいらっしゃって、まあ家の守り神です。トイレにいらっしゃいますけれども、まあトイレの神様と言われてますけれども、この方はその家を守ってくれてる神様なわけです。でも皆さんの家のトイレってすっごい汚いからもうどっか行っちゃってるんですよ。だからまず今日家に帰ったらトイレもう30分40分かけて大掃除してほしい。大掃除してきれいになったらこの人帰ってくるんで。で、多分ね、皆さんの家にはトイレのブラシってやつがありますよね。で、まあ別に僕はもう素手でやるから別にそんなブラシとかないんで買ったこともないんですけども、多分皆さんね、そのブラシが入っていて、まあ、そのブラシで突っ込んでこうやって、別にいいんですよ、ブラシでやったって別になったって。だけど問題なのは、そのブラシをこうやって水でこうよくね、こうやって切ってからあのタワーみたいなところを入れるわけでしょ。で、あそこの下に絶対水が溜まるわけですよ。で、皆さんあそこ指で触れるかって話です。触れますか？無理です。無理ですよね。あそこはうっさまみょう様が守ってくれてる神聖な場所、その神聖な場所に皆さんが手で触らないようなものを置いてはいけないわけですよ。だからどこに置くかというと、あれは絶対的にベランダですね。ベランダで、もう掃除用具は目に見えないところに置くっていうのが鉄則なんですよ。だから多分この中にルンバ使ってる人いると思いますけども、ルンバはもはや置いてるだけで運気が下がるわけですから、押し入れにしまってほしいわけですよ、充電終わったら。だから掃除機とかほうきとか目に見えるところに置くと運気下がりますからね。で、ね、トイレのブラシなんていうのも一回こう水よく切ったら、水で流してください。水で流してきれいな状態にしてから、タワーみたいなところ入れて、まあ僕としてはね、ベランダかなんかにでかいポリバケツみたいなの置いて、その中に入れといてほしいですよ。だからトイレにそれ置いてるだけでもううっさみょう様帰ってこないと思ってください。とにかく、まあ僕の中に、まあ、いらないけども、まあ素手でできない、ほとんどの人ができないと思うから別にしなくていいんですけども、まあもしやるのであれば、まあ、トイレに僕は置かないでほしいっていうことですね。だからトイレをこのうっさみょう様が守ってくれているので、僕はこの人、この神様、僕はすごく好きなんですね。敬ってるわけです。だから今日ここ入った時もうっさみょう様のプレートが置いてありましたけども、僕はもうトイレってもう神社仏閣なんですよ、僕の中では。だから必ずトイレ入る前も手合わせてね、うっさみょう様ありがとうございますって入るし、朝一だったらおはようございますって入るし、出る前も必ずお辞儀して出るしっていう風に、僕は本当に敬ってるんですよ、このうっさみょう様をね。で、この御神言っていうのはね、オンコロダのウンジャクソワカというのは御神言ですので、まあよく掃除する時にね、この御神言を唱えながら掃除する人とかもいらっしゃいますけども、まあ僕の師匠なんかはね、このトイレの、まあ、ご神言、本当はこのオンコロダのウンジャクソワカじゃないっていうのをね、まあ知ってるって言ってて、で教えてくださいって言ったんですけど、お前にはまだ早いと言われたのでね、まあいつか教えてくれるかなと思ってるんですけども、とにかくもうこの、ね、トイレの神様いらっしゃいますので、まず家にはまず帰ってきてもらわなきゃいけない。この帰ってきてもらうためには皆さんがまず大掃除をすること。一回大掃除をしてしまえばもう次の日からもう3分ぐらいで済みますよ、トイレ掃除は。だからまずは一回大掃除するってこと。あとトイレというのはいろんなものベタ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 貼ってる人いるでしょ。もう終わってますね。よくもう相田みつおとかさ、もう松岡修造とか貼ってる人いるでしょ。もういりません。もう全部剥がしてください。トイレというのはあそこってね、本当面白くて宇宙とつながってる場所なんですよ。で、クリエイティブな仕事してる人とか、なんかアイデアを出さなきゃいけない人ってね、結構仕事とかに詰まった時トイレにこもるって人いるんですよ。なぜかというとトイレにいると直感が降りてくるから。だから皆さんも考え事するかするときにトイレとね、ボケっとするんですよ。トイレとボケっとしたときってね、結構アイデアとか降りてくる。そのときにその写真とかその格言とかあるとそこに集中しちゃうでしょ。そうするとボケっとできないでしょ。だからもうそういうのを一切排除する。僕の家のトイレはもう何にも置いてないんですね。
まあ強いて置くとすれば、まあ僕は水晶は絶対置いてほしいと思ってるんですけどね、トイレにね。トイレには水晶と、それから、そういったのではなく花を置くとかね、まあそういうのはいいと思います。で、トイレにもちろんマットとか便座カバーとかあると思いますけども、色は黄色です。なぜなら薄沢明様が好きな色が黄色だからです。なんで知ってんのって僕は聞いたからです。だから黄色にしてください。黄色で、トイレはね、本当に綺麗になった状態で、あの便座に座ってボケっとしてるとね、結構いろんなアイデア降りてくるんですよ。直感ってやつですね。だからまずはね、本当トイレ綺麗にするってのは僕の中でもマストなんですよ。だからトイレ本当綺麗にしましょうね。だって家の中で一番汚いのってトイレでしょ。そのトイレが家の中にあるだけで運気が落ちるわけですよ。だとするのであれば、そのトイレを掃除しなくてどうするんだって話ですよ。トイレ掃除したことありますか？あるんですか？一回。何回か。あ、何回か、はい。毎朝やると運気上がりますよ。本当に。僕はもう絶対やってほしいですね、トイレ掃除は。だからちょっとね、僕の中では、ちょっとね、トイレ掃除、あ、僕の YouTube チャンネルっていうのがあるんですけども、その YouTube チャンネルの中でトイレ掃除2時間半ぐらい熱く喋ってるやつがあるんで、もう絶対見てほしいですね。もうトイレ掃除は僕の中でマストなので。だから運気上げたいって人がね、そのトイレ掃除してないとかいう人よくいるけど、運気上げたいと思ってないですね、そういう人はね。だってトイレマストだもん、絶対に。もうトイレ掃除、僕の師匠たちでトイレ掃除してない人一人もいないですよ。で、トイレ汚い富豪の家一軒もない、本当に。だからトイレが汚くて運気上げたいとか、僕ちょっと理解ができない世界ですね。だからもうトイレ掃除はマストなので、もう絶対やってください。もう有無を言わさず毎日必ず、絶対に。僕はトイレ、その自分の師匠からそのトイレ掃除をした方がいいよって師匠から言われた時に、僕はもうトイレ行くたび掃除してましたね。もう今はそんなことなくなっちゃって、もうなんか今最近はなんかこうなんか惰性でやってたのを最近反省してね、またトイレ掃除を真剣にやり始めましたけれども、トイレをね、本当にきれいにしてるとね、本当運気上がりますよ。多分すごい感じると思いますよ、トイレ掃除してると運気上がるって。だからもうこれだけは僕はもう絶対マストなので、あのトイレ掃除だけはね、もう絶対してくださいね。